はい、今回やっていくのは恐怖家族ホラーファミリーフライトとなっていますね。こちらのゲームをやっていきたいと思います。日本語エピソードでいいのかな。はい。で、恐怖家族シリーズ1作目となってますね。おそらくこっちのね、カプセルホテルの方は今後公開されるんじゃないかなと思っているんですけれども、まあ今回はね、画面を見てわかるように飛行機のね、機内の中で何かが起きるようです。まあ、とりあえずやってみましょうかね。もう何回も日本語しちゃうけど。はい。フライト。もう、IT コンサルタント。中村光雄48歳。アメリカ・ロサンゼルスでの出張を終え、私は日本に向けて飛行機に乗った。日本では最近一人暮らしを始めた娘と久しぶりに会う予定だ。飛行機に乗った私は出張での疲れからかすぐに眠りに落ちた。そして目を覚ますと何でございましょう。おー、なぜ誰もいないんだ。はい、外は真っ暗。ここはどこなんだ？とりあえずコックピットの方に行かないとな。はい、ここから始まる感じでしょうかね。うん。何はともあれ、人を探した方がいいんだろうな。コックピットに行くかてら、まあ、軽く探索もしながらといった感じか。ね、鏡は欲しいね。鏡は欲しいね。こういったね、お手洗いって多分女性の方とか特に鏡とか欲しいんじゃないでしょうかね。ちょっと身だしなみを整えるのに。そう思うんですが、うん。特に何もないね。人がいないこと以外は普通なような気もする。まあ、人がいないこと自体がね、超恐ろしい出来事なんでしょうけど。これトイレかな？トイレだね。ね。なんかすごいよね、このトイレットペーパーのカバーっていうの。なんか壁と一緒の壁と一緒の模様で、なかなか斬新な感じ。うん。進んでいくと何か起こるパターン？特にアイテムがあるようには見えないもんね。座席のどっかに何か落ちてるとか、そんな嫌がらせはないと思うんだけどな。それ見つけなきゃ。おお、びっくりした。一軒家から一家5人が殺害されているのが見つかりました。何ですって？警察によりますと、遺体は大きく損傷しており、性別もわからなくなっていたということです。ひどいね。夫とみられる熊取秀夫さんは全身の皮がナイフのようなものでそぎ落とされており、警察は真相解明を急いでいます。気持ち悪い。東京都八王子市の一軒家からもう一回流れるんだ。5人が殺害されているのが見つかりました。止めちゃいましょう。おお、なんか不気味な音楽が流れてまいりました。でも急にあんなニュース流れるってどうなの？どうなの？普通にね、飛行機の中で流れることってないよね、おそらく。そんなにいつも飛行機に乗るわけではないんでわからんけど、ちょっといい感じの部屋になってきましたね。このあたりはビジネスクラスわかんないな。まあでもちょっとさっきよりは敷居もあってくつろげる感じ。でもこの程度じゃやっぱ隣気になるな。頭乗せたら隣見えるよね。そんな気がするんだけど。まあ、個別でモニターとかついてるのはいいのかな。でも何見てるかわかるな。あ、こっちの方がいいね。こっちだともう完璧にイチャイチャできる。いや、そういうこと、そういう問題。ここだとでもね、カップルできたらイチャイチャできていいんじゃないでしょうかね。あんなことやこんなことできますよ。こっちも一緒だね。字は一つだけ。ああ、なるほどね。モニター見ながら。怪しいビデオ見ててもわかんないね。そんなの見てどうすんだって思うけど。コックピットじゃない。コックピットじゃなかった。うん、トイレです。ここで普段は機長さんがね、なんか飛行機運転すんのかな。そんなバカな。え？なぜまた客室なんだ。ループしてるんだね。ループしてるんですな。はいはい、壁になってるわ。なるほど、ループ系のゲームらしいです。ということは進めば進むほど何か面白いことが起きると、そういうことでしょうかね。
こっちトイレだよね。ああ、トイレじゃないわ。はいはいはい。さて、何が起きるんでしょうか。さっきここのモニターで、あの八王子の事件のことが流れたんだっけかな。あ、落ちた。落ちたモニター。モニターの話をしてたら。八王子ってもう何十年か前ぐらいに、なんかあったよね、未解決の。スーパー強盗かなんか忘れたけど。怖いですね。八王子俺行ったこと多分ないな。なんかね、遠いんだよ。僕の住んでるところからはちょっと遠いんですよね。同じ東京とは言っても、まあ広いですからね。割とね、地図で見ると狭く感じるけど。そう、横に、東西に長いですもんね。はい、不気味な音楽は流れるのを無視しつつ何かないかなと思いながら、覗いてますが、またコックピットのとこ来ちゃった。うん、やっぱこのトイレのところは何もないね。行こうか。はい。おーっと、びっくりしたライト F。 なぜライト持ってる。おっ、なんだって、君、なんだ君は、みたいな感じで言われて、あ、なんだ君は、みたいな。これは、進むしかないもんね。進むしかないんですよ。うん、進むしかないのはわかる。でも、怖いんです。消えないんだ。あ、消えたわ。よかった。あのまま、消えなかったらね、俺は何をすればいいんだっていう話になるけど、いないよね。いないよね。マジやばい。やばいやばい。大丈夫そうだ。はい。出てこないね。出てこないよね。いないね。いや、まさか、あんな化け物がね、この飛行機にいるとは。他の乗客は全部あれにやられたとかは、ないと思うんだけどな。だって一人だけ生き残るとかないじゃん。てか、そもそも八王子の事件がいきなり流れたっていうのは、なんかそれに関係があるのかな。まあね、一番簡単なあれは主人公が犯人と関係があるとかそういうことなのかもしれないけれども、じゃああの化け物は何だ？あの化け物は何なんだ？とりあえず、何もない。何もないね。はい。行こう。一応トイレも覗いてみるか。はい。ない。そしてここもトイレ。ああ、トイレ。コックピットまで遠いな。なんか今カタンって明かりがついた。はい。また。また進みますかしたら。はい。でも特に、あの怪物がいきなり現れたこと自体はおかしかったけど、あれだけ異世界だったとかないよね。ループしてるもんね、ここ。わっ！急にどうした？乱気流？乱気流か？お、また？また？また消されたわ。それにしてもこのライトのあれだね。結構視界が、ああ、びっくりびっくり、なんか上から落ちてきた。実際にこれ上から落ちてくるの見たことないよね。まあ見たときはあれだよね。もういい、かなりやばいときだわ。最高。おい、最近の飛行機って各座席にモニターあんの？へえ、っていうか、あなたどちら様？ああ、こっちも。こっちも全部だ。全部なってる。誰これ？誰誰？誰？ってことはここもか。消えたのかな？もしかして消えた？はい、はい、消えてない。音は消えたけど、消えてないね、この人。
この人一体何者なんだろうね。かすかに笑ってるような感じもする。あ、開かなくなってる。あ、こっちか。開いたわ。壁をクリックして開かなくなってるとかで。俺はバカか。はい。まだコックピットにはたどり着かない。そして、明かりもつかない。コックピット遠いな。なんかあの化け物に襲われる気はするけどね。あんだけ自己主張してきてるから。いずれはドーンと。まあ、最初もドーンと出てきたけど、消えたもんね。どうせなら人思いにやってくれよ。その方が怖い思いせずに済むじゃないか。ね、生事故を進めてるから、助かりそうな気配も。あ、いたね、今。目の前にいましたね。おー、ちょーっと体をすり抜けていったらしい。ここら辺にこう、あの怪物いたりしないのかな。なんか、ね、足とか組んでこう、優雅に、ビデオとか見てたら面白いんだけどね。ここら辺でね。さあ、トイレにもいない。だいぶ自己主張してきたってことは、そろそろドーンと来るんじゃない？来ない？来ないかな？たまには向こう側行ってみる？いつも同じね、右側の通路ばかり使ってきたから、たまにはこっち側も使ってあげよう。ないな。特に変化は今のところないね。トイレ。誰もいませんな。みんなどこ行ったの？一人にしないで。寂しいじゃんね。こんなだだっ広い。だだっ広い。飛行機の中、一人っていうのは寂しいよ。一応、念のためにね、反対側を見るけど。機内食はまだかな。そろそろね、お腹空いてくるよね。こんだけ歩き回ったら。あれ？本当に開かない。本当に開かないぞ。あれ？ということは、まさか？ん？何？なんだ？お前、こんなちょっと。あいつトイレから出てきた。まあ、トイレで何してたんだよ。翌日の新聞記事？アメリカ・ロサンゼルスで未来航空44便に乗ってから消息を絶ち、行方不明になっていた中村光雄容疑者の遺体が未来航空44便の貨物室から見つかりました。なぜに貨物室。中村光雄容疑者の遺体は全身の皮が剥がれていたということです。中村光雄容疑者は八王子一家5人殺害事件の主犯格、熊取秀夫さんをナイフでめった刺しにし殺害。その後、熊取秀夫さんの全身の皮をナイフで削ぎ落としていたということです。おお、すごい残酷な。なお、この事件の容疑者と思われる中村光雄、妻である美奈子、息子である勝雄康平、娘である智子、一人暮らし始めたんだよね。ここ一週間で全員謎の不審死を遂げており、警察は殺害された可能性も視野に捜査を進めています。どういうことだ？なぜに家族全員で熊取さんを一家を襲ったってこと？ちょうど人数も一緒だもんな。1、2、3、4、5人。どんな恨みというか、あったんだろうね。皮を削ぎ取るくらいだもんね。ちょっと興味深いですね。もしかしたら今後ね、公開されるシナリオで、そのあたりの話が出てくるの、出てくるよな。多分これが一作目だもんね。なんか連続っぽい感じだったもんね。すげえ楽しみだわ。はい、恐怖家族、ホラーファミリーフライト。いやー、
なかなかね、確かこれを作ったのって、高校生でしたっけ？ 15 歳とかなんとか書いてあった気がするんだよな。行く末恐ろしい才能を持った人が現れたんじゃないでしょうかね。Thank you for playing. はい。ぜひとも続きもお願いします。